皆さんこんにちは、マーチーゲーミングです。本日もご視聴ありがとうございます。今回はですね、ハッピーウーフデーのねグッドエンディングが見たいんだよね前中途半端にやったらさ、なんかバッドエンディングで終わっちゃったから、グッドエンディングならハッピーになれるっしょってことで検証していきたいと思います。では行きましょう。グッドエンディングが見たいんだけど、もうこれいますね。やり方わかってますから。そんでさっきの黄色いやつがウーフって言って、主人公の友達をみんな殺した人らしいんだよね。なんか行きましょう。でこっちに行くとなんか道があってみたいなことなんですよね。さっきまでウーウー言ってたけど、もうびっくり。これ、そうだ、もうね、マーチの脳みそポンコツですから、もうここにこの子がいたってちょっと忘れてましたね。でこの赤いレッドボーイみたいな子がいい子なんだよね。これ名前グリムくんなんだけどね。2回目やって2回目だっつのって頑張っていこうびっくりした。いちいちそういう大きな音出すなって。であっちの赤いさドア気になるんだけど、赤いドア気になるよね。81247、前と一緒ですね。これさ、もしかすると間違えてる番号を押すと左に行くのかも。これ適当に押してみようか。444444、エンター。え、444444、エンター。あ、シカトですね、フルシカト。え、何やったっけ、81247、81247、エンター。はい、そうそう、知ってるから。これちょっと待って、トイレ行ってくるからお話しついてくる。レッツゴー。でね、おっと、そうそう、でここ下下がるとこの子がいるんですよ、グリム君が。いや、怖がらなくてもいいよ。僕は君を傷つけるためにここにいるんじゃないからね。君は誰だ。なのでちょっと今話が終わったので、え、いなくなった。はい。で前に右に行ったらゲームオーバーだったんだよね。ここにさ、なんかあるよね。あー、めっちゃ嫌。が助けて、僕死にそうだよ、僕を見てって言ってるやん。え、何、怖い怖い、どうしたらいいの。あー、やっつければいいの、戦ってんのこれ。え、やめてって言ってる。どういうこと、どうしたらいいのこれ。なんかめっちゃ爆発してるけど音が。あ、でもなんか食らってるっぽいぞ、ほら体がさ、なんかだんだんなくなってますね。ウーフが言ってますね、僕は無実だと。はい、ここでストップなんですけど、これね、よく見ると G で始まる名前の人に操られているって言ってるんですよね、この黄色いウーフが。 G で始まるって言ったら、あの赤い子のグリムなんじゃないの。味方だと思ってたけど、どうなんでしょうね。あ、もうなんか骨だけになりましたね。うわー、ハッピーウーフデー、グッドエンディング来た。君、僕のこと助けてくれたよって。邪悪なウーフに打ち勝ちましたみたいな。でウーフデーパーティーに来れましたよって、ケーキ食べなーみたいな書いてある。グッドエンディングおめーみたいな。バッジも可愛いけどさ、なんか左の子はウーフなんだけど、この子が主人公の友達を全員殺したっていう風に右の赤いグリムに言われてたんだよね。だけどウーフにいざ会ってみたら助けてって言ってたよね。 G で始まる名前の人に操られてるからって。 G で始まるってグリムじゃないの。なんか闇深いぞこれ。はい、というわけで今回はハッピーウーフデーのグッドエンディングを目指してプレイしてみました。いかがだったでしょうか。なんか予想外でね、すごく面白かったです。これさ、なんか何気に続編みたいなのあるらしいんだよね。なんかちょっと気になるんですけど機会があったらやってみたいと思います。というわけで今日もご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。またねー。